する坂東京タワーの西側が坂の上側で、下ると、イ倉クラ交差点に出る。イ倉クラには、他に、榎ノ坂、河原家坂が存在する。江戸時代、坂の北側に、長井町が存在したことによる。長井町は成立当初の名主、長井三郎兵に由来する。魚の由来となった、長井町は、当初長井浦門前町と称する。 増上寺の門前町であったが、増上寺一帯の寺町を、大化から守るため、たびたび非暑地として町域が召し上げられ、縮小を続けた。五府内備行によれば、聖徳三年に一部が、神田長井町として移転。天明六年の大化により、類勝部が、翌年芝長井町大地として移転。さらに、文化八年二月の大化で、飯倉町属芝長井町大地。 タメイケ芝長井町大地として分離一手にし、長井町はこの時点で消滅した。しかしながら、幕末の地図にも長井町は散見され、旧町域は明治初年まで長井町と呼び習わされていたと考えられる。一方、坂の南側は武家地で旗本馬場家の屋敷が存在した。江戸最後の当主、馬場大輔は本創学者として知られ、屋敷には、 多くの外来植物が植えられたという。坂を登ると、現在の信号のある地点でお玉やご掃除屋敷に突き当たり、その裏に、コンチーンがあって、現在の東京タワーに至る道は存在しなかった。そのまま左に折れると増上寺根藩門の前、芝切り道し、後に、芝広工事と呼ばれる通りに出た。明治になり、朝廷が再編されると、 長い坂の両側は、芝坂江町に属し、坂下の飯倉との境界が、芝区と麻布区の区界となった。コンチーの敷地を直進する道は、明治十年頃になって現れた。当初は完全な直進ではなく、右車に入った後左に折れる形をとっていた。敷地が道路に分割された後、南側は、明治十四年に、両邸公養館が建てられ、 コンチンは北側に残った。紅葉館は東京大空襲で消失し、昭和33年には東京タワーが完成、坂の環境が一変することとなる。長井坂北側、旧長井町域には明治12年イ倉クラ協会が設立された。明治27年地区の第2期の建物は、ジョサイアコンドルの設計で知られる。昭和31年には、 聖オルバン教会も創立され、一帯は、日本聖公会の建物で占められるようになった。長い坂南側に屋敷を構えた、馬場大介は明治元年に没し、土地は、明治初年に、一旦、佐賀藩主鍋島家に渡った後、明治三十年頃より、元伊予松山藩主で、軍人一家の九将や邸宅が存在した。関東大震災後九将家は、 松山市に帰郷し、昭和3年邸宅後に帝国海軍の遂行者本部が移転した。本部は戦後 GHQ の接収を受け、昭和24年東京メソニック協会に渡り、現在は東京メソニックビルが建っている。この坂には港区が坂に設置する杭が長らくなかったが、2008年6月に坂の上と下両方に新設された。ありがとうございます。